よし、じゃあやっていきましょう。奇岩谷まで来ましたね。で、アイテムは鈍足がめっちゃあるのと、まあ、保存に鈍足ぶっ込んでもいいかぐらいか。サビよけ、目薬、地めぐ盾が未だに木工なんだよね。不安ではあるけど、まあ行ってみますか。なんかこれね、どうやら戻れるらしいですね、前のマップに。まあでもとりあえず行きましょう。え、疾風出現、寒風出現、ドラゴン、あ、いいね、ドラゴン層。なんだっけ、ナイフゲーターかなんかじゃなかった、君サーベルゲーターか。2回来いか、君。ひえー、吸引中、力を吸い取られるんですよね。あー、ごめんよ娘。固い壺、長巻き。固い壺ってもうほとんど変化出てるし、倉庫か。さしすせそ、あれ罠だったよね。あ、そうか、サビ抜けか。お、じゃあゲドロが雑魚化したね。ここってもう行った方が良さそうだよね。なんか変なのいっぱいいるって話よ。ひー、でも君は怖くない。あ、分裂するのか。そしてすげえ当たるな。てか音がさ、そこまで大きくないからさ。大根、ギャザーがいるね。逃げよう。ギャザーってなんか飛び道具を2かなんかにしてくるんじゃなかったっけ。いや、これ出会ってしまうな。音が出てんのかどうかが。くそ、うえ、よしよし、2回で倒せないか。嘘でしょ。マジで言ってんの。え、5発ぐらいかかった今。今長巻きだもんな。長巻きでもな、そっか、長巻きか。うわ、セバに来るけさ。ドラゴン層は多分効くな。ちょっと邪魔。大根、くねくねハニーまで来てる。すげえ変なのいっぱい来てんな。押せない、押せない。よし、 OKOK。 でも矢がなくなっちゃったね。ドラゴン層が手に入ったのはいい、大きい。ちょっとくねくねハニーどうするか、倒しとくか。惜しみなく使っていきましょうね。ね、今ノム押したんですけど、私なんかちょっと不安だな。これテーブルマウンテン、よし、とりあえずテーブルマウンテンにはこれだけど、こっからどうするかよ。なんとなく来ちゃった感じがするけど、直射日光が当たってすごい熱い。
ケーブルマウンテン。いやー、なんだっけ、マスターチキンとかいるんだっけ。あんまり通路歩きたくない。いたね、さすがいたね。なんかこの覗くのところが、待って、なんでこんな悪いの。なんか反応してくんねえんだけど、このちょうど振るとかが書いてるところが。これあれかな、保護フィルムのせいかな。保護フィルムを貼ったんですよ今日。ここだけいけんな。ん？どうなった？振った。え、最悪。なんでここだけ効かないんでしょうね。致命的なところが効いてないよね。ちょっと拭いてみるか。盾がねえんで。うわ、なんだっけ、闇袋かなんかがいる。癒やし袋まで思うか。チンヘッド。嘘でしょ。やっぱり振るが。振るが押せない。よしよし。チキンさん。困った時も一応あるのか。なんか尖ったものねえかな。でも爪でやって反応しないからな。剥がすか。あ、でも今できたな。あ、これ剥がれてるわ。じゃあちょっと今だけ剥がすわ。画面にあれがだからと思って保護フィルム買ったのに、なぜかあそこだけ反応しない。でももう殴り勝てないんですけど。しかもみんなお前そこにいる。はい、まずい。背中がラストだ。つらい。かなりきつくなってきた。音切り草が一個と、困った時と、ここ闇袋だったよね。違うな。もともとこれ反応ここだけすごい悪いや。とりあえず3発でチキンになるね。チンヘッドさんどうすっか。あれジリコ、もともとこれ多分これスマホの問題だな。ここのところだけ非常にね、反応が鈍い。あ、そっか。
つ厄介だな。やだな、アイテム見たいな。見渡すってできたっけ。ん、全体マップ。見渡すってそういうことか。いや、アイテム見たいな。あれがいるな、エーテルデビル。行こう。闇袋さん、スギちゃんの杖。金縛りかこれ。そこで止まられちゃうと困るから、通路だと降ってこない。あ、なるほど、たまたまかな。なんかいるんだよな、後ろに。こっから先に進めねえ。手の油かな。こいつ角抜けしていくんだよな。ただ3発で倒せるでしょ。なにそれ。回復かなって今思ってる。ちょっと変なのが来てるから、ちょっとわかんない、あれ。待って、なんでや。いや、爆睡かなって思ったんだけど、ここにいるやつが結構いる気がするから、なら困った時で金縛りになるでしょ、確か。なんでよりによってここなのさ。マジで？あ、闇袋いた。ローマ袋だって。あ、強え。全然当たってないんですけど。緑トド、テンメグ。なんか全然攻撃が通らなかったんだけど。
いやもうダメな気がしてきたよ。おにぎりあった。下手に行かない方がいい。ああ近すぎなく。来た。はあ。ってことはおにぎりいらなかったのでは。店上がったでしょ。変芸。背中のツボ欲しいな。重曹。重曹欲しいな。鉄鋼2000。お払い。菓子。まだあれがあるか。混乱余計。盾買おう盾。できたら俺重曹ありだと思うんだけど、どうかな。3200でしょ。ただ回復がないんだよね。あ、3200だからな。これ拾おうと思って投げちゃうのきついな。プラスついてそうな気がした。3200だから。そんなことはなかった。でもう木工置いてく。で一時しのぎ1個、金縛りも2個しかないでしょ。2250をいけんか。鉄鋼変化も1680。お払い、この2100の杖が。でもあと吹き飛ばしとか場所替えとかないような気がするんだよな。ちょっとこの読むの反応するところをちゃんと探さないといけない。道具がなさすぎてやばい。おとぎりそう。回復が1個しかないんだよな。せめて変化の壺を変えればよかったけど、サビよけを。900ギターン。2250。変化とどっちがいいかなって今思ってるんですよね。まあどっちにしろ足りてないんだけど。変形するか。危ねえ。でも落とし穴踏めればまた戻ってこれるんでしょ確か。じゃあ行くか。どこですか先。道がわからん。合ってる？合ってない。3つの試練。すぐ試練だっけ？違うよね。カラクロイド。ただアイテムがいっぱいあるからな。
その何者かがどこにいるのか。エーテルデビル系って、あ、下にいる。あ、でも盾が強いから効いてないね。鈍足の杖。よしよし。ちょっと待って、違うよ。なんか手汗かなんかで、これ怖いね。やばい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 。足踏みしたいけどさ、エーテルデビル来ててさ、ピコンってやられたら死ぬよね。でも1しか聞いてなかったはず。パコもいるしな。ミノタウルスもいるでしょ、これ。上カラクロイドでしょ。これどうやら起きるらしいんですよね。すげえ回復したいから、とりあえず変化に入れて、真空切り。飛行の盾。力の草、まあ、攻撃力が上がることで敵をその分一発でも多く短くか倒すことができれば。ロードナイトの腕は名前がかっこいいんだけど、まあ、とりあえず中ベルか。仲間を呼ばれるのはきついぞ。一応おとぎさまだ1個あったか。38で倒せる、果たして。倒した、ラッキー。パコは怖えよ。6、そこまで効いてないけど。うぅ、牡蠣の種癖だった、すいません。なんかまだ身代わり出てないんだよなって思った、今一瞬。敵は臨戦屈して振りたくねえんだよ。場所変え。なってなんだなって。
録、うん、結構食っちゃったな。鈍足が、まずいね。あ、でもおにぎり1個ある。肉がまずか、そこまで満腹度いらないでしょうって思った矢先に霧仙人か。霧の仙人、これなんだっけ、自然回復しないのか。自然回復しないどころじゃないじゃん、ダメージ食らってんじゃんこれ。くそ、剣が弱い。これたまにさ、今みたいにさ、行かないのは何だったの。勝手にすぐ飲むのは何だったんだろうね。なってメンベルス死なねえんだけど。ねえ、投げてない？投げたよねこれね。あ、ダメージ食らってるわけじゃなくて回復してないだけか。いる。そんな早く切る。25回、すいません、まだですかね。アンバー、もう何が何だかわからんぜ。そこりですね。無限流国、何これ、バババペンペン、誰貴様。それ上か。嘘でしょ。
2連で外れるとはまずすぎる。終わったのでは？選択じゃねえよ。終わったのではこれ。何もできなかった気がする。あれはもう救助を求めますか。いや、とりあえず1回目だからいいや。どっちにしろここで求めてもなって感じだよな。アイテムねえし。じゃあ終わります。じゃあ疲れた。じゃあまた次回、次、2回目の挑戦でお会いしましょう。さよなら。